それではここでサポーターを代表して選手の皆さんへの応援メッセージを読んでいただきたいと思います。読んでくれるのは西武選抜にも選ばれています天竜 FC の鈴木優也くん5年生です。優也くんお願いします。ジュピロ磐田の選手の皆さん、去年は J リーグ優勝おめでとうございます。今年も連覇に向けアジアクラブ選手権準決勝進出おめでとうございます。昨日はスーパーカップ優勝おめでとうございます。尾崎選手、とても素晴らしいセーブでした。テレビの前に応援していましたが熱くなってしまいました。そして僕たちにたくさんの感動と優勝の喜びを与えてくれてありがとうございます。僕は J リーガーに憧れてサッカーを始めました。初めは練習をサボりたいという気持ちもありましたが、ジュビロの選手のサッカーを見ていてサッカーが大好きになりました。それはジュビロの選手のサッカーへの情熱が伝わったものと思います。今は一日一度はボールを相手に楽しんでいます。そして練習を一生懸命しています。僕はだいたいオフェンスハーフのポジションをしているので、どうしてもジュビロのオフェンスをしている選手は特に気になってしまいます。藤田選手のスルーパス、ホーク選手のボールキープ、中山選手のゴールへの執念などが気になってしまいます数年だけか。選手が活躍するととても嬉しく、応援も一生懸命になってしまいます。ジュピロの選手の素晴らしいプレーを見ているといろいろ勉強になります。ジュピロの選手のプレーをよく参考にしたり、自分のプレーや試合に取り入れたりしています。僕は将来皆さんのようなジュビロの一人として一緒にプレーができるようチャレンジして J リーガーになる夢を持っています。僕はジュビロが勝利したり優勝するととても嬉しく、練習の励みになります。僕に夢と希望を与えてくれるジュビロの皆さん、ありがとうございます。ジュビロの選手の皆さん、これからも素晴らしいプレーを見せてください。そして一試合一試合一生懸命頑張って勝利して、絶対今年も J リーグ優勝してください。僕はこれからもジュビロ磐田を応援します。選手の皆さん、優勝目指して頑張ってください。平成12年3月5日 FC 浜名鈴木優也。天気が良かった。中山選手にお越しいただきまして、中山選手からもジュビロの皆さんに一票を渡していただきました。ありがとうございました。契約ありがとうございました。力強い励みになりますよね。なんか感動しますね。さあ、そして続きましては、お忙しい中この出陣式に駆けつけてくださいました磐田市長鈴木望む様より花束が贈られます。まだ選挙はまだ。鈴木望む磐田市長より中山選手に花束を贈っていただきます。一生お世話になってありがとうございました。続きまして、ジュビロ磐田推進協議会会長杉浦健様より藤田選手に花束が、そして本日事務所前で皆様に作っていただきました先発ルをサポーターを代表していただきまして、田治川さやかちゃんより、服部選手にお渡しいただきます。気持ちがこもったね、先発する服部選手に聞かせていただきましょう。
嫌われてる。アクシスト待たせばいいって感じです。どうもありがとうございました。困ってるの。ありがとうございました。これは止まっていいのかな。